この新国立競技場の建設をめぐり、野党は計画の見直しを求めています。その背景にあるのが2520億円という巨額の整備費です。そこで今日の MX リサーチは、新国立競技場のこの整備費がどの程度の金額なのか、他の施設の整備費などと比較してお伝えします。まずはこちらご覧いただきましょう。過去2大会のメインスタジアムの金額です。左側がその新国立競技場2520億円ですが、2008年の北京オリンピックが502億円、そしてロンドンオリンピックが828億円となっています。新国立競技場のこの屋根部分の950億円だけを見てみると、このロンドンオリンピックのメインスタジアムができてしまうんです。一方、国内のスタジアムでは2002年のサッカーワールドカップの決勝が行われたこの横浜市の日産スタジアム、603億円なんです。つまり新国立競技場一つでこの日産スタジアム4つ作ることができる計算となります。さあ、変わってですね、自治体の予算と比較してみたいと思います。23区の中で最も人口の多い世田谷区、去年の一般会計ですと2580億円と、新国立競技場と同じ水準なんです。つまり世田谷区民およそ90万人の高齢者や子育てなどの福祉、そして教育などあらゆる市民サービスを提供するための予算と匹敵してしまうんです。このような巨額の整備費に市民団体も異論を唱えています。こちらの神宮外苑と国立競技場を未来へ手渡す会の森真由美共同代表はこのように話をしています。デザインを白紙にしてシンプルなものにするべきで、整備費はロンドンオリンピックと同じ水準の800億円などで良いなどと話をしています。この新国立競技場の整備費2520億円には仮設の観客席が含まれていない上に、今後50年間で大規模な改修に1000億円かかるとも言われています。建設に使われるお金は私たちの税金です。より慎重な議論がこの後も求められます。 MX リサーチでした。